きなり最初3つの括弧を組み立てたから、こいつやべえなって思っちゃったね。初歩的なミスをしておりませんか大先生。何がダメなんだろう。はい、どうも皆さんこんにちは、ユースフルのおさです。りょうたです、よろしくお願いします。はい、やっていきましょう。本日の企画は、はい、あなたのエクセル力診断テストということでよろしくお願いします。また僕のことを試すんですね今日も。はい、急に呼ぶのが私のモットーでございますので、はい、りょうた先輩のですねエクセル力を測る、聞いてはですね視聴者の皆さんの実務のエクセル力を測れる動画になるかなと思っております。具体的にはですね、難易度別に3つほど問題をご用意しました。はい、基本的には Excel Pro を受けると解けるような問題だったり、通常の YouTube の無料版を見れると解けるような問題みたいな感じで、はい、ちょっとレベルが変わってきます。うん、ただ陽太さんはこれまでに Excel Pro 何周したんでしたっけ。4 余裕ですね。そしたら、そうですね、ちょうど個人的な話ですけど、うん、僕が初めてこのおさとエクセルとエクセルプロに触れたのがちょうど去年の今頃なんで、この1年間の積み重ねというか、誰でも頑張って積み重ねればできるんだぞっていうのがこの動画で見せられればと思います。了解いたしました。じゃあね、まず最初第1問目は丸バツクイズです。はいはい、おう、マクロ系の先に殺すタイプですね。まあ言うてもね、全然そんな難しくないので安心してください。はい、はい、じゃあ私の方で画面共有しますので、早速丸バツ問題解いていきましょう。はい、こちらですね。これは実際にですね Excel Pro を受けてる人は、このプラットフォーム上で、チェックテストも受けれる、そんな仕様で、やっておりますので、ぜひね、ご受講ください。5問ご用意しております。制限時間は、1問につき3秒です。はい、僕が問題を読んで3秒以内に答えてください。はい、さあやってまいりましょう。はい、じゃあいきます。 Are you ready? Yeah. Alright. Question 1、 変数を使うためには変数の名前を定義する必要がある、丸か×か。 DIMI ってことですもんね。A A 丸、はい、次いきます。変数に値を代入する構文として正しいのはどれか。 I これ、あ、 B っすね。お、いいよ。はい、プログラムを1行ずつ実行するショートカットは3、2。じゃあ B はい、繰り返し処理の構文として正しいのはどれでしょう。あ、 A です。 A です。はい、はい、最後、繰り返し処理とは同じ処理を一度だけ繰り返すことである。丸かバツか。 B で。おさだ、ちょっと風邪気味でございますけれどもね、ご自愛ください。さあどうでしょう。お、うん、素晴らしい、合格です。結果の内訳見てみましょう。お、全問正解。やった。いや、僕その F8 勘だったんですよ。あ、これ、これ、いや、これ使います？実務の中でどうですか。使う、使う、普通に使うんですか。じゃあプログラムをまとめて実行するショートカットは F5。 おー、素晴らしい。ここまでで処理を止めたいと思った時に設定するなんちゃらポイントって何でしょう。セーブポイント。どこぞの RPG じゃん。ブレイクポイントですね。あ、はい、確かに Python とかでもブレイクってありますもんね。セーブポイントではありません。はい、ありがとうございます。というわけで、早速ですけどレベル3は、まあ、マクロね、決してねマクロの中の難しい知識を取り扱ったものではないので、はい、きちんと勉強される方であればこれぐらいの知識は、あ、まあそりゃそうだよねというふうに答えられたかなと思います。はい、はい、ただね、この知識をなぜ皆さんに押さえていただきたかったかっていうと、はい、まあ、言ってしまったらプログラミングの基礎知識ってこれからこう皆さんの実務で使われていくパワーオートメートデスクトップとかね、ああいうのを組む時の必須知識としてベースになる知識がこういうのになります。ああ、なので、まあ、この辺の知識を抑えることが何よりも重要なんだよということですからね。なるほど。はい、では、レベル2の問題に行きましょうか。はい、これもね Excel Pro を受けてないと解けないような問題かなと思いますので、というわけでレベル2はこちらの表、右の表より次の3つの条件を満たすデータの件数を関数で求めなさいということで、G 列から L 列にある表が右の表で、次の条件が 1,2,3 個あるよね。これか、はい、はい。表の中から A 社または C 社という条件が丸一番。ただし A 社に関しては活条件がございます。うん、条件丸二丸三が活条件につながってますので、この条件を満たすものを綺麗に黄金のセルに引っ張ってきてください。ああ、
あ、なるほど。そうね、これはちょっとまあ勉強した人じゃないと解けないと思いますので、はい、ぜひですね、陽太先輩にはサクッとこなしていただきたい。はい、なんとなくイメージ湧いてます？使う関数は見えました、うん、お、いいね、見えていて、あとはうまいこと組めるかどうかだね。そうですね、引数の組み方ですね。 OK、 じゃあまあ死ぬこと言わずにやっていきましょう。はい、こちらの制限時間は、50秒にしましょうか。50秒、はい、わかりました。はい、では私の方で測らせていただきます。はい、それではいきます。よーい、ドン。お、いいですね、サブプロダクト関数がやってまいりました。お、カッコ連チャンで組んでる、すごいね、そんな組み方ある。おー、頭に入ってる、この子はすごいぞ。50秒すごいな、これ。これ今25秒経過です。おー、すごい、なるほど、おー、なるほど、なるほど、いいですね、いいですよ、陽太さん、いいですよ、いいですよ、いきますよ。賢いの？これ分かってらっしゃる方、陽太の凄さが分かるでしょう。あと5秒、4、3、2、1、終了。おー、すごい、3じゃないですか。これはすごいぞ。ちょっと式見せていただいてよろしいでしょうか。F2 キーで式を開きます。そうだね、はい、はい、出てまいりました。サムプロダクト関数を使いました。サムプロダクトってどんな関数でしたっけ。サムプロダクトのサムです。説明下手か。ですね、足し算して掛け算する、まあ、正確に言うと、横の関係値を掛け算した後にそれぞれの最終的に出てきた答えをですね、足し算してくれる、そんな関数なんですが、はい、これの使いこなしをきちんと理解している人はカウント if 関数だったりサム if 関数でできないような、こういったまたは条件かつ条件の組み合わせを、まあ、一発の一つのセルで弾き出すことができちゃう。で、これを理解するためにはめちゃくちゃ難しいんだけど、いくつもポイントがあって、まずはね、プラスとアスタリスクの差分ですよね。プラスは何の意味でしたっけ。プラスはまたは、うん、まあ、オア条件かな。おっしゃる通り。一方でアスタリスクは何条件でしたっけ。がこれが括条件ですね。アンドここでつなぎました。おお、かっこいいね。そしてさらにですけど、例えば G 列の青い範囲を選択して、はい、この中から A 社に該当するものをピックアップしたい、はい、と思ったのが、まず一番最初のそこですよね。 G6 コロン G13 からイコールの C5、はい、ここですですけれども、はい、まあ、言ってしまったらサムプロダクトの引数の一つにこういった論理式を設定したんだよね。そうですね、はい、でしかもポイントはその論理式を作ったら必ず何をしなければならないんでしたっけ。ならないんでしたっけ。カッコで閉じる。お、そうなんですよ。ああ、よかった、俺ができないとこの問題解けないんですね。そうですね、あ、そっか、ここが C 社がちょっと独立してなきゃいけないですもんね。そうだね、うん、または条件でつなぐっていうプラスと、はい、論理式をきちんと作った後はカッコでそれぞれ囲ってあげる、さらに、またはの大きなカッコもくくってあげるみたいなところがあったんで、いきなり最初3つのカッコを組み立てたから、こいつやべえなって思っちゃったね。ここまで見えてました。ここまで見えてました。視聴者の皆さん、ヨタさん、なかなか1年間ですごいことになりましたね。成長しましたね。よろしくお願いします。じゃあ OK です。サムプロダクト関数はこんなもんにしておきましょう。この問題の解き方ね、よくわかんない方は右上のインフォメーションカード概要欄の方に貼っておきます。またですね、この応用編の問題、実は YouTube では公開してないんですね。 Excel Pro でしか学べないそんな知識がここに眠っておりますんで、ぜひですね、ゴールデンウィーク一緒に頑張っていきましょう。さあ行きましょう。じゃあ最後の問題です。レベル1いきましょうか。どんどん簡単になっていってるはずなんで、解けることでしょう。はい、こちらにご用意させていただきましたレベル1の問題です。右がね、輸送料金表ということで、縦軸と横軸、よくあるマトリックス表ですね。でこの表を使って今回弾き出していただきたい値は、輸送値が i の13、 i の13ここですね、はい、料金が j の13、はい、に表示されていますが、うん、この時それぞれですね、この条件の時に必要な料金の値を k の13セルに抽出してください。はい、例えば輸送値が韓国で重量が100キロだった時、はい、その時には、はい、クロスしてる値1万円ですね、
はい、それを K の13セルに引っ張ってきていただきたい、そんな問題でございます。はい、はい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 、さあどうやって求めに行くか思い出してくださいね。じゃあやっていきましょうか。この問題も50秒でいけるかな。時間との勝負だね、別に知識との勝負っていうよりかは。じゃあいきますよ。はい、頑張ってください。はい、よーいスタート。あらら、あれら、あらら、ん、あらら、え、あれ、あ、どうなされました？あれ25秒経過、やばいやんけ。あ、はい、頑張ってください。インデックスですよ。はい、インデックス、そりゃそうや、インデックスを使います。そして35秒経過、残り15秒、やばいな。わ、いいですよ、第2引数はできました、マッチ関数までいきました。あ、それでいいんだったっけか。はい、5秒、4、3、2、1、終了。待って、送り直し、はい、一旦やってみましょう。そのまま続けてください。助かります。あ、さあどうですか。なんでやろうな、レレレレレ、おかしいぞ。初歩的なミスをしておりませんか、大先生。ちょっと待ってくださいね。何が起きてますか。何がダメなんだろう。さあこういう時は何がダメなのかを検証するために、はい、Alt MV 押してみましょう。さあエバリュエートしましょう。検証です。数式の検証をやっていきます。はい、まずインデックス関数を、はい、範囲が指定されましたね。はい、第二引数計算が走りますが、ん、何が起きました。何が起きましたこれ今。 1ってなりましたね。あ、うん、ここの1行目にあるよってことですかね。はいはいはい、はい、この1なんで、うんうん、そして韓国が J3 から P3 の中で1列目ありますよと、うん、でこの11を範囲の中で探すと0円出すそうです。無料で受けたまります。無料で受けたまります。そうなっちゃうね、これだとやばいね。これはダメですね。さあ何が問題か。何が問題なんだろう。最初かな、最初はインデックス関数のさ挙動を改めて振り返っていただきたいんですけど、はい、インデックス関数にしてる範囲、指定してる範囲ってどこからどこだっけ。はい、今回で言うとこっからここですね。だよね。はい、でヨータがインデックス関数さんに教えたのは1行目1列の数値持ってきてって言ったんだよね。1行目1列の数値持ってきてって言ったんだよね。おお、どこ1行目1列って、この範囲の中で。ここっすね。そうですよね。じゃあそうなっちゃうよね。ここか。じゃあ何が問題かっていうと、ここをこうしてマッチ関数の範囲指定が間違えてたんだけど、それを直してくれたのかな、はい、今。そうですね、一回やってみようか。お、来ました。はい、何が起きたかもう一回数式の検証してみましょう。じゃあエバリエートボタン、はい、押していくとインデックス関数の範囲が起きて、次第二引数のマッチ関数の値が100キロは、はい、2行目にあるよと行目、はい、教えてくれましたね。いいですね。はい、じゃ続いて韓国の値が、はい、何列目にあるか、2列目ですね。で綺麗に1万円と。おお、あ、そっか、でございます。そうでした、そうでした。あれれ、いやー基本をおろそかにするタイプの人間ですねこれ。そうだね、応用問題解けてるのに基礎問題解けてないって。よろしくないっすね。使う関数のめどは立っていて、はい、まあ時間に追われて間違えたっていうパターンかなと思いますが、優しい、まあ、でもいいんじゃない。だからそういう当たりがついてれば全然いいと思うよ。 ありがとうございます。優しいっすねやっぱりね。サットエクセルは初心者にも優しい、そんなコンテンツでございます。いやー、まあやっぱり勉強するのは大事ですね。ゴールデンウィークでエクセル始めたい人もそうですけど、一度このエクセルを見直すという機会をゴールデンウィークに取るのもね、僕を見たら大事だなと思ってくれる方もいたと思うので、うん、まあそうだね、ステイホームな感じするので皆さん。そうですね、はい、なんかせっかくなんでね、だらだらネットフリックス、アマゾンプライム見るもいいんですけど、ちょびっとね自己投資する時間を作ってもいいのかなと思っております。うん、
レベル1が解けなかった方はたった1動画で全てが分かる Excel の教科書、これを見直してください。3時間半、はい、まあ、1本でね、まるっと Excel を総復習できるようなコンテンツになってます。かつですね、レベル2とレベル3、このあたりの知識問題ができなくて悔しいだったりね、できるようになりたい、分かるようになりたいなと思われた方はぜひね Excel Pro ご受講ください。値上げを予定しておりますので今のうちにぜひご覧ください、はい、さて実はですね、陽太先輩の後輩にあたります、はい、太一くんというねインターン生がおりまして、うん、はい、彼が今ね5日間 Excel Pro にチャレンジする企画をやってるわけですよ。あー、ハードですねでそのビフォーアフターでどんだけ差分が生まれるかみたいな動画を、まあ、この動画が多分上がる頃に上がったのかな、はい、ぜひねそちらの動画もご視聴いただくと、どんな差分が出てくるのかなんていうのが分かるかなと思いますんで、ぜひチェックしてみてください。じゃあ陽太先輩、今日は突然お呼びして、大変失礼いたしました。またこんな感じでやっていきましょう。お願いします。陽太さんから最後締めの言葉いただいてよろしいですか。はい、今日も僕の、華麗な手さばきを見ていただいてありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。バイバイ。